ヘルシー対戦前のアップシーにグラウンドに現れる時の動画記事にもなってますがご覧になってますかあのく、雰囲気暗いやつ。アスピが行くぞ行くぞとチームメイト奮い立つって出して出ていったのに、それ以外の選手はみんなジョグでした。予想はしてましたが、映像からこれとビッグチームの難しさ感じて、ポッター初めてのビッグクラブだし、これはってなりました。うん、だし、ポッターだけじゃないっていうかね、あのー、ああいう形で集められてるからね、若手推進プロジェクトで行くぞっていうのでね。 チームとしても、なんか健全な競争を行われてない感っていうのを感じている選手がいたり、新しい選手と仲良くなれてなかったりとか、前言ったね、本当に飲み会必要だと思ってますので、ねそう、半分冗談、でも、なんか選手同士仲良くならせるってね、ただ喋らせればいいってわけじゃないですからね、そこの組織自体のねあのー、風通しの良さが重要ですから、監督がフロント主導で補強されて使うしかないこと考えたらきついよね。う がね、あの監督が決めるっていうのは別にそれが絶対じゃないと思うんですよクラブの資産だしね選手はなんだけど監督が希望したものを全然聞かれないでその補強されるとそのチーム作りなんてできたもんじゃないから高い金で取ってこられた人は何で俺使わないですかってなるし元に行った選手はいやあいつ高い金で来ただけなの使われてませんってなるからそれ難しいよね雰囲気悪いなって、まあ、外から見えるやつだけだからねあとなんか 昔からチェルシーのこといろいろさいいことも悪いことも喋ってるんだけどさ今の時期さチェルシーファンの人聞いたってるからねなんかそういう僕がアーセナル好きだからなんか落としめてるみたいに思うっちゃう人も出てくるからねもう難しいというかそれによってねこの仕事で言わなきゃいけないことをやめることはないですけどちょっとなんかそういうバイアスかかって僕自体も見られるとこありますからねどっちかっていうとね普通に、 いいサッカーーできるチェルシーを知ってだから、まあ、ね、でもあのね逆に言うと、こういう時期が一番語りがいあって楽しいっていうのがあるんだよね、こここうしてどうしようみたいなさ。あーそういも徐々にね、もう絞られてきてんじゃん、何をどうすればいいか。で、多分、チェルシーはその若手プロジェクトみたいなので、まあ、ね、ブライトンでのそういう実績で、ポッタ呼んでるけど。でも、今シーズンはね、多分、我慢というか、何やっても続けさせると思いますけどね、あの、トッドポーリーの発言的にね。あとは これで今シーズン終わって来シーズンになったときに、そのチームとしていらないとて今もうスカッと膨れ上がってるから、それをちゃんとね、整理しできるかどうかですよね。移籍ってね、買うより売る方が大変だって言うから、言うてるか本当にそうですからね。本当、あの、ポッターに関してはもう一シーズン見てみないとわからないですよ。今の状況だとね、チームの空気をよくできない状態でもう引き受けてるってあるから、だからそれをダメだって言うのか、もうちょっと待ってあげないと、 今はもう戦術が浸透するとじゃ状態じゃなくて、ポッター自身の過失以外のところにも理由がありますからね今のね、この攻撃の時のこのプランのなさと、守備の時の約束ごとのなさ、どっちも苦しいですからねこれが、ね、ずっとこのまんまで、来期はあのプレシーズンでもずっとこのまんまだったらきついでしょうね。普通にあのポッターが実力あったとしても、そういうレベルの話じゃない,みたいな。それはもう、ね、このクラブとしてのプロジェクトが悪かったって話ですけどね。 是我。